しもあなたと会えずにいたら私は何をしてたでしょうか。平凡だけど誰かを愛し普通の暮らししてたでしょうか。時の流れに身を任せあなたの色に染められ一度の人生それさえ捨てることも構わない。だからお願いそばに置いてね。今はあなたしか愛せない。もしもあなたに嫌われたなら明日という日なくしてしまうわ。約束なんかいらないけれど思い出だけじゃ生きてゆけない。時の流れに身を任せあなたの胸に寄り添い綺麗になれたそれだけで命さえもいらないわ。今はあなたしか見えないの。時の流れに身を任せあなたの色に染められ ゆいチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆいりです。こんにちは、なりです。今回はですね、てるさてんさんの時の流れに身を任せという曲を歌いました。はい、名曲すぎますね。まあ今変な声やったら、ちょっとあれ、ボイスで変えといてよ、後で。どういう声がいいですか。なんかかっこいい、めちゃくちゃイケボでじゃあ元からイケボでもう一回言ってもらいます。いや、ごめん、ちょっと詰んでいいな。まあ編集でね、なんとかなると思いますんで、なりくんの腕に全てかかってると思いますよ。まあもうベテランなんで。ベテランじゃなくね。まあ、この間ベテランって言ってもらったよ。ほんと俺が言ってた、うん、新メンバーの時に。喋ってんだよ。今日はこの曲を歌ったんだけど、はい、この曲も俺すごい弾き語り何回もしてて、さすがにしてたでしょ。いや、この曲は知ってた。俺はもう知らない。それは知らないわけないな、うん、これカラオケで歌うと、うん、あの、ミュージックビデオって言ってたんだよね。マジ、うん、昔のじゃないだって。めちゃくちゃ昔。なんか森の中で歌ってたんじゃなかったかな。森の中にベッドがあったとか、そんな感じだった気がするけど。あれ違ったかな。でも俺よく歌ってたからカラオケが流れるのは知ってる。ぜひ皆さん見てみてください。カラオケだったらもう歌うんだ。歌う。この曲ってさ、いや、なんつうんだろう、
なんかさ、今の自分もそうだけど、自分の曲もそうだけど、こう頑張って作ってるけどさ、うん、昔はさ、やっぱりこれなんだろう、今はもう確立されてるけど、うん、きっとこういうのから、こう昭和の歌謡曲からどんどん今の音楽は進化し、進化っていうかこう、うん、なんつうの、元はきっとさ、そういうのからさ、どんどんこう、まあ、そうなってるじゃん、うん、だからこの元のさ、音楽はやっぱりさ、王道なわけじゃん、うん、ゴリゴリの王道じゃん。でもここのメロディーラインが、うん、なんつうんだろう、王道だけどやっぱりおしゃれなとこもさあるんだよね。でもこのなんだろう、王道ってやっぱり歌うとめちゃくちゃ気持ちいいやん、うん、でこの時の流れに身を任せ、めちゃくちゃいいよ、歌いやすいもん、うん、あ、じゃあそこから結構自分の曲も来てるってこと、根本は、うん、でもなんかそう、うん、歌いやすい、みんなが口ずさめる曲みたいなのが俺は好きだから、やっぱりすごく口ずさんじゃう曲じゃん、うん、だからやっぱりね、俺今日これまた歌ったけど、ここから1週間ぐらいこの曲にから抜け出せなくなってると思うもんね。ずっと口ずさんでると思うよ。いやー、ゆりくんの弾き語り聞いたとずっと歌ってる時ある。だって前のさ、ジュンなんて今ヘビースモークしか歌ってないよね。ずっと歌ってる。あれしか歌ってないよな、あいつ。最近ハモリまで練習してる。何を目指してんだって話。でもね、なんかそういう感じで、うん、素敵なメロディーラインがいいなと思って。あとさ、この曲は、うん、あと歌詞もやっぱりすごいよね。いいね、なんか。あなたの色に染められ一度ののさ、うん、人生それさえ捨てることも構わない、うん、なんかストレートなんだけど、あの声で歌うからなんかすごくさ、切ない、なんつうんだろう、切ない曲なのかな、これって。なんか俺にはまだこの読解能力が浅いのかもしれないけど、うん、なんかすごく深い曲だなっていつも思う、この曲。ボンジョビしか聴かないからね、楽しみは別に言ったらボンジョビめちゃくちゃ深いぞ。ぜひ皆さんボンジョビも聴いてみてください、歌詞まで。でもね、このテレサテンさんのこのメロディーってさ、はい、すごく歌いやすいってさっき言ったけど、うん、歌いやすいからこそこうカバーする人の歌い方によって全然変わってくるんだと思うんだよね、曲が。いろんな歌い方があると。確かにカバーだからさ、もちろん本家さんをリスペクトしてれば、うん、多少はね、うん、俺はやってもいいと思うんだけど、今回の最後は、まあ、いくらリスペクトしていても、うん、ちょっとやりすぎなのではないかなと 歌い終わった後にちょっと思いましたけど、なんかあれもあれですごく歌ってては気持ちかった。そうね、うん、ユーミク色に染まってた。ほんと、うん、うまいね。で多分あそこに玄太が順位行ったら、うん、うまくねえからって言われる。毎回否定される、ね、めちゃくちゃなアレンジをしちゃったから、まあね、温かい目で見てくれるととてもとても嬉しいです。嬉しい。この曲をやっぱりさ、歌ったらなんか喜んでくれる人いるのかなと思ったから、うん、っ嬉しかった、うん、高いよ。夏メロきた。夏メロっていう、夏メロってさ、うん、俺たちの中ではさ2000年代ぐらいじゃん多分。あ、まあそうだね、2000年前半だよ、うん、でもこの曲はやっぱすごい古い曲だけど、でもやっぱり歌ってすごい楽しいなと思いました、うん、皆さんもね、弾き語りする方は昨日あげた小林明子さんの曲も、うん、コード進行結構似てるから、ああそうなの、あのね、どっちかやればどっちかできると思うね、別に。あ、だから今日あの A メロで前回の引っ張られてたよ。そうそう、じゃあそれ上げといて、ちょっと今ここ差し込んでる。もしもあなたに、じゃあさっきのフォーリーダルでした。まあ僕もね、こういう風に失敗するんですよ、皆さん。でもね、こうなんか一発撮りじゃなくてもいいわけだから、はい、ここの YouTube はね、うん、だからなんか心を込めて毎回歌ってるので、ぜひ皆さん今までいっぱい上げてますので、なんか気になるなと思ったらぜひ飛んで見てみてください。ってことで皆さん、チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さんまた明日。あ、どうしたのかな。チャンネル登録お願いします。